さん、ごきげんようです。植草ようです。今日も始まりました、ようチャンネル。この番組は私植草ようのくだらないおしゃべりとともに、皆さんに素敵なパイプの一本をご紹介する番組です。ご紹介するにあたり、私のコレクションではすぐネタが尽きてしまいますので、世田谷タバコセンター天野屋さんのコレクションをお借りしておりますので、もしご興味がある方は天野屋さんに直接お問い合わせください。よろしくお願いいたします。あくまでも私のパイプではございません。こんないいものは持っておりません。はい、ということで、今日は察しがいいとかでお話をする前に、座右の銘を先にやってしまいましょう。はい、それでは皆さん、ご一緒にパイプに寄せんなし。はい、どうぞ。パイプに寄せんなし。はい、ありがとうございます。ということで、今日はちょっとね、衣装を変えてみました。ぴょん、かわいいでしょ。ほら、パイプ柄の T シャツ。 It's a good to be a pipe smoker って書いてある。はい、これはどこの T シャツかと申しますと、接しのいい皆さんはもうお分かりかと思いますが、シャコムの T シャツです。はい、かわいいでしょこれね。すごくない？これ一本一本全部ね、パイプなのよ。ほら。ね。さすがオフランスですよね、この辺のセンス。そうなんですよ、シャコムなんですよ。そう。やっぱりね、シャコム、外せませんよね、パイプスモーカーとしては。はい。で、いつも私なんかさ、歴史の話をするときにダイヒルの話ばっかりしちゃうじゃない。で、さ、あの、ハンドメイドはさ、あの、デンマークだよとかって言ってるんだけど、実はね、パイプの聖地ってね、サンクルード。さっき書いてあったじゃない、サンクルード、サンクロード？サンクロードってあるじゃない。フランスとスイスの国境にある町なんだけど、そこがね、やっぱ、外せないんですよ。うん。でね、シャコムはそこにあるんです。で、もう本当にね、ブライヤーでパイプを作る前から、シャコムっていうか、コモイさんだよね。シャコムの前身というか、まあ、今も、うん、そうなんだけどさ、ここちょっと難しいところなんだけど、もうやっぱりね、サンクロードなんですよ。ブライヤーパイプといえば、もう私聞いたことがあるのはね、そのサンクロードのね、町、ちっちゃい町なんだけど、そこの人口が何人だか忘れちゃったんだけど、そこの人口の6割だか8割だか忘れちゃったんだけど、もうそのくらい、その全人口のその6割とか8割の人がパイプのお仕事をしてるっていうくらいの町、村だったっていうのはね、聞いたことがあるんです。本当にすごかったみたいです。はい。で、歴史を言いますと、1825年くらいなのかな。最初にコモイさんっていう人がいて、でそのコモイさんがパイプを作り始めたんだけど、その時はまだブライヤーっていう材料がなかったらしいのね。で、多分ボックスウッドだから、つげだよね。つげとか、そうだよね。合ってる？うん。多分その辺のチェリーウッドとかもあったかもしれないけど、オリーブとかもあったのかな。まあ、そういうブライヤー以外の木材で作ったのが始まりで、で、その後、1850年代の終わりぐらいにブライヤーでパイプを作ったのが最初と言われてるのね。なのでもうやっぱり今でもサンクロードのシャコムのあの
場所はもう本当にシャコム村なわけよ、パイプ村なわけよ。行ったことないけど私本当に行きたいの。本当にね、サンクロードは行ったことがなくって、まだ本当に行きたい。もう絶対ご飯おいしいもん。でね、そのサンクロードはね、なんかねチーズが有名なんだって。それで天野屋さんの兄ね、天野屋兄ねがね行ったことあるんだって。でチーズフォンデュをごちそうしてもらったんだって。多分まあ業界のね団体で旅行に行ったんだと思うんだけど、研修旅行に行ったんだと思うんだけど、すっごい美味しかったんだって。もうほんと羨ましいわ。私も食べたいわ、ほんと。だからね、サンクロードはね、私死ぬまでには行きたい。ただね、行きにくいらしいんだよね、話を聞くと。フランスとスイスの国境だから、なんかスイス側から回った方がいいよとか聞いたことがある。今のシャコムの社長がアントワンっていう人なんですけど、アントワンとはもう何回もねやり取りをしてるし会ってるし、2018年の世界大会の時も日本にいらして、でもう唯一私が大会中に吸っている姿の写真を撮ってくれた人なの。それ後で送ってくれたんだけど、ひどい顔してるんだけどさ、もう大会中ってそんなもんなんだろうなと思って。そうなんです。でも本当アントワン素敵な方で、今アントワンを見たかったら、このねスフィアっていう雑誌が出ました。でね、もともとはこれもねフランスの出版社で、中全部フランス語だったんです。ただなんかやっぱり要望が多くて、この度英語版を作ったんですって。だから中全部英語なんだけど、ビョビョンっていう雑誌がありまして、この中でとても素敵なアントワンの写真が掲載されているので、ご興味がある方は、これ多分ねパイプクロ、連盟が持ってると思うの。だから連盟に問い合わせてください。連盟って、私が言う連盟っていうのは日本パイプクラブ連盟です。私が常任理事をやっているなんかパイプクラブ、日本のパイプクラブをまとめる組織です。全国大会とか開く組織で、説明欄に URL 貼っときますので、まあ、ご興味がある方はお問い合わせしてください。確かね2600円ぐらいだと思った。でもね、一冊全部ね、ほんと一冊全部くまなくね、全部パイプのことが書いてある。ただね、弱点はね全部英語だから、ちょっと根気がいる。私もねちょっとなかなか読み進められません。ということで、今日なんだっけ、そうそう、アントワンね、そう、今日じゃあご紹介するパイプを早速お見せしますね。ぴょん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 、はーい、シャコムのバロック、これはね520というモデルです。ぴょんぴょん、かわいい、超かわいいんですけど、ほら見て、ちょっと光が、私の手であれかな、ほら、バロックっていう、バロック柄なんだろうね、っていうかバロック柄だからバロックって言うんだろうけど、ほら、まあほらプリンスで、シャコム的にはなんかトマト型って言ってるんだけどね、こうやってマウスピースが長くて、こうやってちょっと丸まっちいのはプリンスって、まあクラシックシェイプでいうところのプリンスです。ほらかわいいでしょ。実はですね、これね、私ねお揃いのをね天野屋さんで買ったの。ぴょん、お揃い、こっち私の、でもこっちは商品です。ほら、かわいいよね。すごいかわいい。まあ、リンゴは925ではないけど、でもかわいいよね。かわいいよ。絶対かわいい、これ。両方欲しいもん。私もこれね、一目惚れしてね、天野屋さん家で買ったの。いつもならここで、アップの画像で説明させていただくんですけれども、今日はまあ私のもあるということでですね、このままざっくりと説明させていただきます。まあ
とてもまあ変わってるって言えば変わってるんですよ。もうこのデザイン自体がね。でね、私がなんでこれを買ったのかっていうと、もうなんかさすがにね、10年もいろいろパイプやってると、競技パイプにしても何にしても、もうある程度こう自分の好きなものって決まってきちゃうのね。で、色もさ、まあ茶色かさ、赤茶かさ、黒かさ、まあそんな風に決まってるわけですよ。たまーに、まあ、あの緑とかさ、あの色がついてるのはあるんだけれども、そうするとやっぱさ、見た目がさ、こうもう同じになってきちゃうんだよね。その時にさ、もうだんだんこうさ、こうもうパイプ全体に飽きてきちゃうわけよ。そんな時に出会ったのがこのシャコムのバロックだったんですよ。もうこれ最初見た時に、もう私もこういう遊び心があるパイプをもう持っていいだろうなと思ったの。うん、まあ正直ね、いつも語るように、ここがあですとか、あそこがあですっていう、そういう機能的なものはないのかもしれないけれども、でもやっぱりこういうデザイン重視、いわゆるおしゃれ重視のパイプを私は一本持ってていいかなって自分に思ったんだよね。それで普段は私ね、ベントって買わないんですよ。なんでかというと、こう、これ私のだから加えちゃうけど、加えるとどうしてもここが下がるので、こうやってゴンバッて口角上げないと、はい、ここが口角が下がりがちになっちゃうのね。だからなるべくベントは買わないようにしてるんだけれども、これはね、もうね、見た時にこれはいいなと思ったんです。可愛いなと思ったの。それで、あと皆さんにお伝えしなきゃいけないのは、こう見ていただくと、わかるかね、ほら見て、かなりね、肉が薄いのよ。これはよ、私が持ってるこれはね、かなり薄いのね。で、昔だったら、例えばビギナーの頃だったら多分手を出さないと思う。やっぱりその分、クールスモーキングをしないと火種のコントロールができないうちは、こういう肉が薄いものっていうのは故障しちゃうし、焦がしちゃうし、多分手を出さなかったんだと思うのね。だけど、もうこういうパイプを使っても私平気かなって自分で思ったんだよね。だからもうね、これを速攻で買いました。それで今回ご紹介するこちらに関してはですね、ここの、なんだろう、厚さは同じなのかもしれないけど、ここがある分、ここがぷくっとしてる分、十分の厚さがあるんですよ。だから、これだったら、まあ、よっぽど、可燃焼しない限りは、小さくて華奢だよ。やっぱね、小さくて華奢なパイプって難しいのよ。これは正直言っておく。うん。やっぱりね、可燃焼しがちな方は、やっぱり肉厚のどっしりしたものをお買い求めになった方が私はいいと思う、最初の頃はね。で、だんだん火種のコントロールができて、タンパーワークも上手になってきて、あちちちちって、こう、ならなくなったら、やっぱりこういう華奢なね、パイプにだんだん移行していくと、これだったらさ、私はね、気楽に吸えるなと思ったのよ。なんて言えばいいんだろうな、こう競技じゃなくてもちょっと加えるのにいいかなと思って買ったの。だけどこっちのトマト型って言われるやつは十分の肉厚もあるので、まあ、それほど神経質にならなくても大丈夫かなと思うので、今日ご紹介しました。やっぱりね、このオフランスの独特のこのおしゃれ重視、はい、こちらの方はですね、なかなか見かけることがないので、天野屋さんに行って会ったら本当に即買いかなと私は思います。うん、はい、それでは今日はシャコムバロック520をご紹介しました。はい、でね、アントワンなんですけれども、世界大会の時にね、お話をさせていただいて、アントワンは2人お嬢さんがいるんですよ。
で、私が、まあ、皆さん、女性に囲まれてるのね、アントワンっていう話をして、結構大変じゃない？ってちょっと言っちゃったのね。そんな時に、そんなことないよ。僕は愛する3人の女性に囲まれてとても幸せさって言ったんですよ。それを聞いた時に、ああ、日本人は言わないって思って、さすがオフランスは違うわと思ったんですけど、皆さんこれを見ている男性諸君、そのくらいのことはさらりと言えるようになってくださいね。もうパイプスモーカーだったらなおさらです。はい。ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。